話し始めるには外国に旅行して目的地への行き方がわからなかったら尋ねる必要がありますよねそれでは誰がどこで何をどうやってなどの質問の仕方を学びましょうはっきり聞く取れなかった場合や理解できなかった場合はこう聞きましょうなんですか聞こえた聞こえた 次はこれです。誰がキー,キーさあ、便利な代名詞を覚えましょう。これで自己紹介をする時や、友達の話をする時に使えますよね。まずは第一人称です。私いいよいいよそして次は第二人称、単数形ですね。あなた 第一人称複数形は私たちそして第二人称あなたの複数形はあなたたち第三人称なら彼もしくは彼女そして彼ら彼女ら。 L oro. L oro. 全員なな。ならどううう。ででししししょょみんそれか誰でもない。い時間について少し話しましょうこれは後でも出てきますよ。 最初の単語は、いつ、quando、quando? いつの問いには、いろんな答え方が存在します。もし正確な時間がわからなければ、他のことに比較した言い方ができますね。旅行の前とか、食後とかです。では、まずは、前。 プリマディそしてその後はあとドポディいつと聞いてきた人の何人かは今すぐと答えてほしい人もいます今アデッソでも中にはいつまで経ってもやらない人もいますよねあとで 今すぐじゃないならいついつになるのすぐなのかしらそれとも後ほどなのかしらすぐそれとも後ほどーーーーもう少し複雑な表現を学びましょうか。 まだです。のなんこうらん。のなんこうらん。辛抱強くなければ、こう言ってしまいますね。今すぐでなければ、いや。そして、文句を言う人はこう言うでしょう。こんやろう。いつもこうだ。いつも。せんぷよ。せんぷよ。その逆なら。 決してない。まいまい。休んでいいですか？少しだけ。すぐ戻ってきます。少しだけ。un momento、うん、un momento。うん、モメント他にも質問するときに便利な単語があります。私どうかしら。どう。come、come。 どうして夏はあんなに暑いのだろうどうしてぺるどうしてと質問したら説明を期待しますよね説明はだいたいこう始まります。なぜならぺるけぺどこですかは旅行者にとってとても大切な言葉です。博物館はどこですか レストランはどこですかどこですかどべどべ時間と同じように場所も他のものに比較してどこにあるかを説明するといいですね塔の後ろ博物館の前前だ vanti 逆は後ろ ディエトロ。ディエトロ。探すに探したあげく、なんと目の前にありました。ここですよ。エコ。エッコ。GPS と違って、人間は大雑把な説明をします。ここにあるよ、いや、あっちに来なよなど。ここにあっても、あっちにあっても、最後には見つかりますけどね。ここ。クイ。クイ。 もしくはあっちあちらリリ大都市に訪れる人々は町全体が見渡せる高いビルに登ろうとしますでも私たちがビルに登った時には周りが雲で覆われていて何も見えませんでしたなので下に降りましたまずは上そして次に下。 インバッソ。インバッソ。その博物館は外側から見事でした。でも内側からは大したことありませんでした。内側。デントロ。デントロ。逆は外側。フォーリー。フォーリー。テーブルの上にあるのは何ですか?。そして下には何を隠しているのですか?。 の上にそぱらそぱらそしての下にそっとそっとさらに質問したいときに便利な言葉を紹介しましょう例えばショッピングに行ったときに店員の人がこう聞いてくるかもしれないですねどっちですかどちらのでしょうか

Quello そして複数形やっぱりこれらが欲しいなこれら。Quest i. Quest i.